どれもとても可愛くて美味しいので大好きなんで、食べるととても幸せな気持ちになりますので、その気持ちを誰かにシェアしたくなるので制作しています。私の名前は三住智子です。福岡県久留米市に住んでいます。ミニチュアフードの作家をしています。約20数年前に初めてテレビでドールハウスを見ました。それを見てとても感激をしまして、見よう見まねで自分で作ってみたんですけれども、それから約10年ぐらい、ブランクがありますけれども、また再開して制作しています。私のミニチュアフードは樹脂粘土で作っていますので食べることができません。写真や実物を見ながら作ることもたくさんあるんですけれども、私が作るものは実際にはないものもありますので、一つ一つの作品にストーリーを作り込んでいます。作るものによって全然違ってくるんですけれども、長いもので1ヶ月ぐらい、短いものであれば1日だったり、そういうぐらいになります。デパートの地下で売られている可愛らしいケーキやお菓子などを見て、これだって思ったりすることが多いですね。あとは日本では四季を通していろんなものがありますので、私だったらこんな風な表現をしたいなと思うことがありますので、そういうものをミニチュアにして作っています。写真の他に作っている様子を動画に撮ったり、その他にストーリーズでは愛犬のチャイコの動画をシェアしています。とても人間的で面白い子です。で、あとキャッチボールがすごく好きなんですけれども、全然キャッチができないです世界中の人たちに私の作品を見てもらうことができて、しかもそれを見て何これかわいいって言ってもらえるととても嬉しいので、そういう作風が受けてるのかなと思います。ミニチュアのフード好きなんですけれども、どちらかというと食べることの方が好きです。